こんばんは。平成31年4月17日水曜日、英語ニュースの時間です。 Monkey Punch, creator of mega hit Japan comic Lupin the Third dies。 モンキーパンチさん死去、ルパン三世原作者81歳。今日は朝日新聞からの記事です。では見出しいきましょう。モンキーパンチ、まあ、これはね、このままモンキーパンチさんですね。で、この記事、モンキーパンチさんの写真が載ってるんですが、そのすぐ下に和彦加藤 aka モンキーパンチという、表現があります。加藤和彦さん aka モンキーパンチ、はい、aka これ also known as のことですね。何々としてもまた知られているということで、加藤和彦さん、これが、モンキーパンチさんのあのお名前なんですが、加藤和彦さん、モンキーパンチとして、知られている方が、亡くなりましたという、あの報じているね、記事なんですけども、はい、Creator of Mega Hit Japan Comic。 これはね、もうそのままいけますね。カタカナ語になってますね、全部。Creator of Mega Hit Japan Comic。 日本のメガヒットの、漫画のクリエイターで、Lupin the Third、ルパン三世の発音、これね、英語で、まあ、英語っていうか海外の人に伝えたいときは Lupin the Third、ルーピンではなくてルーパン the third っていいみたいです。あのね、私の好きなハリーポッターに出てくるルーピン先生は全く同じスペルでルーピンと呼ぶんですが、あのね、プロフェッサールーピンなんですけど、ルパン三世の場合はルパンで OK ということなんですね。でもちょっとね、これ私さっきまで知らなくて、この記事これ発音わかんないと読めないなと思って、さっきね、ちょっといろいろ調べてたら YouTube に正解があったんですよ。The Legend of the Gold of Babylon、これはバビロンの黄金伝説の、イングリッシュ版トレーラーというのがあって、ここではっきりとルパンっていう風に発音されていました。ちょっと今ね、一緒に聞いてみましょう。 America. Hold it right there, Lupin! 今の聞こえました。今Hold it right there, Lupin. これね、銭形警部のセリフなんですけどね。すごい声もね、似てます。Hold it right there, Lupin. Hold it right there, Lupin. ね、Hold it right there. まあ、そこでちょっと待っとけよみたいな。で、Lupin じゃなくて Lupin っていう風に言ってるので、これね、英語でも Lupin。で、あともう一回ぐらい言ってる。そう。Lupin, you're going to Babylon, right?、うん、Lupin, you're going to Babylon, right? ね、Lupin, あなたバビロンに行くんでしょう?というこのセリフですね。まあ、これちょっとあの今の銭形警部のセリフも、この、ね、ご婦人のね、セリフも今日の動画の概要欄のところにすぐあの押したら出るような形で URL 載せておきますので、ちょっとよかったらね、あのリスニングしてみてください。はい。で、あとは、まあ、今日ね、ちょっとこの記事ポイントなのは、ルパン、あのルパン三世の発音はルパン the third、ね、ルーピンではなくてルパン、ルパンで OK という、まあ、ルーの、あの U の上にアクセントですね。Lupin the third で OK ということと、あとは、そう、このスペル、この単語、pneumonia、pneumonia、肺炎というキーワードも、載っていました。pneumonia、これね、P-N-E-U-M-O-N-I-A だから、ちょっとスペル見てすぐ発音しづらい単語なんですけど、ニューモニア、ニューモニア、結構ね、英語のこの病気の名前って、結構覚えづらいものが多いんですけども、このニューモニアっていう単語、肺炎ですね。Died of pneumonia on April 11th、今回このモンキーパンチさんが肺炎で、4月11日に亡くなりましたということで、出てきている単語です。まあ、他にも、結構ね、そう、あの押さえておくといい単語っていうのがいくつか出てきてますので、今日の記事よかったら、英語版、ね、ぜひ読んでみると英語の力もあのつくかなと思います。概要欄のところに URL 載せておきます。はい、英語のニュース毎日お届けしています。今日はですね、そういえば私縦で、縦動画でね YouTube を撮ったことなかったなと思って、
て、今日ちょっと朝撮れなかったので今これ職場で撮ってるんですけど、これからね帰るんですけども、このね縦動画っていうパターンを初めてやってみました。ちょっといつもとはね違う感じでしたけど、いかがだったでしょうか。はい、ニュース毎日お届けしています。ぜひぜひチャンネル登録、そしてちょっとねポチッと、気軽に高評価ボタンも押していただければ嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow and have a good day. じゃあ have a good night. Have a good night って言わないか。うん。 See you tomorrow and have a lovely evening. Bye bye.